ね、ここ今走ってるのは大阪の内環状線でいいの、はい、大阪内環状線でね、今日はね、原爆弾さんと、鶴月さんと、高志くんで、スポッチャにね行きます。40歳、皆さん40歳、40オーバーですけどね、40オーバーでもねスポッチャ行きますよ、まあ、スポッチャってねどういうとこかさっぱり分かりませんけどね。そんなに言ってでスポッチャって何があるの、いろいろ詳しい人よ、鈴木さん詳しいんでちょっと教えてください。いや詳しいよ、何があるって よく遊びに行っとったんでしょ。よくバッティングセンターだけ、バッティングセンター、バッティングセンターね、だから卓球とか、俺ゾウリできたけど、ゾウリでも大丈夫、大丈夫、ゲームとかもあるの、なんか古いゲームがある、あの UFO キャッチャーみたいなとか、あんなもあるの、終わってからラウンド1でちゃんとないんかなあ、ラウンド1とスポッチャーとまだなんか違うの、同じ、なんじゃない、だからお金払って時間ない遊べるところがスポッチャーで、うん、また別って言ったら別なのかな、なるほど、全然ゲーセンやな、え別のゲーセンかな、アメリカのキャッチャーラウンド1の中にまた別のゲーセンとかあって、スポッチャーっていうのはそのあれでしょ、その入る前にお金がいるの、いや終わってからかな、終わってからお金がいる、これやね、このでかいやつやね、これは何ちゅうとこですか、これ城東区でいいの、鶴見区、何区これ、城東区、城東区花店、城東区花店っていうところの、スポッチャ、スポッチャラウンド1 何もう知らんねん俺知らんねん俺ラウンド1、なんかで行く人多いの、腹が邪魔して。全然やん。なんかちょっとずつ上手なっていっとる。何回かやったことある。おお、うまいや。リアル安西先生。入れるとこ取っといて。うん。ずっと取っといて入れてくれよ。そこら。まだ一回も入ってへんのじゃん、まだ一回も入ってへんの、まだ一回も入ってへんのちょっと練習したらな、うまくはなる、マシにはちょっと
もうあれやけどな、ま、漫画やけどな、俺の教科書スラムダンク。くれてる僕のバスケ経験者ちゃうけど熱いわ。お、くなってきた。終わりや、終了振りが大振りやもん一撃必殺やな、ほんま。あ、ピッチャーゴロ。やりがちだもん。似てるけど当たらへん。あ、似てんの？似てるけど当たらへん。当たる。真似したら当たらんの。だいぶ遅いな。でもこっちの方がなんか打ちやすそうやけどな。クロマティ。クロマティや。クロマティみたいな。そうかっての時やぞ。お、ちょっと一回クロマティで当てて。笑けて当たらん。
ろう思ったけど、100キロ以上の方はご利用できません。残念。